はい、こんにちは、サンデーです。今日はマイナンバーカードの公金受取口座登録のメリットデメリット、そしてマイナポイント7500円分の獲得方法や実際の登録方法について解説していきたいと思います。今国が再三マイナンバーカードを作ってねってアピールしてますよね。まあだいぶね作ってる人増えてきたと思うんですけど、このマイナンバーカードをいろんなところで使うためにはその機能を自分で加えないといけないんですね。まあ一つが健康保険証としての利用、まあいわゆるマイナ保険証ですね。この登録をすることでマイナンバーカードが保険証代わりに利用できます。そして公金受取口座の登録、こちらも国がしましょうって進めてますよね。で、将来的には運転免許証との一体化も検討されています。まあなんでね、いろんな場面でマイナンバーカードが使えるよう国も進めているわけですけど、まあそれを推進するためにマイナポイントを付与するキャンペーンもやってるんですね。で、今回お話しする公金受取口座の登録で7500円分とあるわけですけど、この公金受取口座の登録、登録して本当に大丈夫かなって躊躇してる人結構いるんじゃないでしょうか。まあ中にはね、国に預金残高を知られないか心配とか、将来の預金封鎖への布石じゃないのって疑心暗鬼になっている人もいると思います。まあ確かにね、国の言うことって不信感を感じますよね。まあただね、事実をちゃんと調べてみれば、こういう心配は杞憂です。基本的には早く登録してポイントをもらった方が得だと思います。まあというのも、このマイナポイントの取得期限が2023年5月末までになってるんですね。まあこれもね、なかなか取得が進まないんで延長になったんですけど、まあおそらくね、今回が最終期限だと思います。というわけで、マイナンバーカードの公金受取口座登録について解説します。公金受取口座の登録方法やマイナポイントの獲得方法、そしてメリットデメリットもお話ししていきます。まあこの公金受取口座登録、ちょっと不信感を持ってる人多いと思いますんで、実際どういうデメリットがあるのか、セキュリティとかね、皆さんが気にしているところについてもお話ししていきます。はい、というわけでサンデーマネーチャンネル本日のメニューですけど、まず公金受取口座登録とはということで、この制度ってどういうものなのか、そしてメリットデメリットもお話ししていきます。で、公金受取口座登録でもらえるマイナポイントとはということで、マイナポイントの解説をします。さらに公金受取口座の登録方法、そしてマイナポイントの獲得方法を順を追って解説していきます。これを見てもらえればね、公金受取口座登録やるとどうなるのか、どんな不都合があるのか、そして実際に登録してマイナポイントをもらうまでの流れがわかりますので、この公金受取口座の登録をやろうかどうしようか迷ってる人はぜひ最後まで見てください。はい、このチャンネルは8年以上ブログなどの収入だけで暮らす個人事業主の僕サンデーが、個人で生きるためのお金の知識を発信しているチャンネルです。こういった生活に役立つお金の情報を中心に、税金、社会保険、副業、投資、節約術といった個人でできるお金の対策をお話ししてますので、自分のお金にまつわる知識、マネーリテラシーを高めて、この不安定な時代を乗り切っていきたいという人はぜひチャンネル登録をお願いします。はい、では行きましょう。まずは公金受取口座登録とはメリット、デメリットからお話ししていきます。公金受取口座登録とは、給付金等を受け取る預貯金口座を一人一口座、あらかじめデジタル庁に登録することです。まあ国からの給付金をもらう口座を指定しておく手続きなんですね。で、どんな給付金が対象になるかというと、まあコロナ給付金、これ特別定額給付金って、まあ、10万円の給付ありましたよね。まあそういったものとか、年金、児童手当など、こういったものが対象になります。で、この公金受取口座登録をすることのメリットですが、まず、給付金等の申請をするときに、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。まあこういう申請をするときに、通帳のコピーとかね、提出してたんですが、それが必要なくなるんですね。で、まあそうすることで行政側の書類確認の手間が省け、給付金などを迅速に受け取れるようになります。まあ行政側の方の作業も楽になるっていうことですね。まあ今まではね、その給付金を申請するときって
申請書と添付書類を用意しなきゃいけなくて、で行政側の方はその申請書ごとに口座情報を確認する必要があったんですね。でコロナの給付金の時とかはこの口座情報っていうのが紐づいてなかったので、まあ職員がね手作業で一個一個確認しなきゃいけなかったっていう実態があったんですよね。まあそれでこの公金受取口座の登録が進められてるっていう背景もあるんですけど、まあこれ登録しておけばね、通帳の写しとかの添付書類が必要なくなるんですね。申請書だけで良くなるので、まあ行政側としても事務が簡素化されて給付が素早くできるようになるんですよ。ただまあね、国に口座を登録するってなるとちょっと不安に感じる人もいると思います。というわけでよくある疑問点、これにお答えしますね。まあこれ全部ね、あのデジタル庁のマイナンバーカードのリーフレットに載ってますんで、ちょっとそこから引用します。まず口座を登録したら預金残高が国に把握されてしまうのかっていう不安ですけど、これは国に登録されるのは金融機関名や口座番号などの情報なので、預金残高などが知られることはありません。だからあなたの口座がね、どこから入金があってどこに出金してるのかみたいなことは知られませんので、安心してください。そして口座を登録したら税金が勝手に引き落とされるんじゃないかっていう不安、これもね大丈夫です。登録した口座から税金などが勝手に引き落とされることはありません。公金受取口座は給付金などの支給のためだけに利用されます。またマイナンバーカードをなくしたり盗まれたりしたら悪用されないか心配っていう声もあります。ただまあこれも大丈夫なんですよ。そのカード自体にね、公金受取口座の情報が記載されるわけではありません。口座情報は国に登録するだけなので、カードが盗まれるかどうかは別問題なんですよ。でもし紛失や盗難にあっても本人の暗証番号がないと使えないし、そこに口座情報が入ってるわけではないので、再発行さえすれば済むことなんですね。まああとはね、よく銀行口座を紐付けると資産が国に監視されるって言ってる人いますけど、これは勘違いです。公金受取口座の登録をしたからといってあなたの資産が監視されるわけではありません。こういう人って2つの制度をごちゃ混ぜに考えてるんですよ。公金受取口座の登録と預貯金口座へのマイナンバーの付番、この2つの制度を一緒ごたに考えてるからこういう誤解をしてるんですね。公金受取口座登録と預貯金口座へのマイナンバーの付番、この2つの制度は別物です。公金受取口座登録というのは給付金を受け取る口座を登録するだけ、まあ単純にそれだけのものです。でもう一つ制度としてね、銀行口座や証券口座を開設するときにマイナンバーを提出しなきゃいけないっていう制度があるんですね。これはもう制度としてずっとやってるんですよ。今銀行口座や証券口座を開設するときはマイナンバーを提出することになっていて、もうすでに紐付けは進んでいるんですね。これは証券口座の開設のときはマイナンバーを提出するということで義務化されていますし、銀行口座を開設するときも任意ではありますが窓口で提出を促されます。まあなんで公金受取口座の登録をしようがしまいが、マイナンバーと口座情報の紐付けは進んでるわけなんですよ。また日々のね、入出金の履歴がバレて税務署が税金を取り立ててくるんじゃないかって思ってる人もいるかもしれませんが、そもそも税務署は何か問題があったときは口座の中身を調べることができる特権をすでに持ってるんですね。まあだから何か怪しいことをやってたら、まあそれを調べる権利は税務署にすでにあるわけなんです。まあだから口座情報が知られたところでそんなに気にすることではないんですね。じゃあ公金受取口座登録のデメリットは何なのかというと、まあ一つは登録できるのは一人一口座のみということです。一人で複数の口座を登録することはできないので、まあ、こっちの口座には自動手当、こっちの口座には別の給付金みたいなことができないんですね。そして登録しても給付申請の手続きは別途必要です。まあ、この登録したからといって給付金が勝手に振り込まれてくるわけじゃなくて、給付金もらうためには申請自体は必要なんですね。ただその添付書類とかがいらなくなるっていうだけなんで、まあ、それだけのためにこの登録をやる必要があるのかって考える人は、ちょっとこの登録自体が意味ないんじゃないかって考えるかもしれませんね。
ただまあね、いずれは登録することになるかもしれないんで、まあそれだったら今のうちマイナポイントがもらえるうちにやっておいた方が得だと僕は思いますね。じゃあそのマイナポイントについてお話ししていきます。公金受取口座登録でもらえるマイナポイントとは、マイナポイントとはマイナンバーカードを使って受け取れるポイントのことです。これね、 T ポイントとか D ポイントとかと違って見せてそのまま使えるわけではないんですよ。もらったマイナポイントはクレジットカードや電子マネー、QR 決済のポイントに振り替えて受け取れるんですね。まあ楽天ポイントとか和音とか様々な決済サービスに対応してますんで、まあ、自分がよく使うポイントで受け取れるわけなんです。で、今マイナポイント第2弾ということで最大2万円分のマイナポイントがもらえるキャンペーンを行っています。まずマイナンバーカードの新規取得等で最大5000円分。これは第1弾としてやってたんで、もうすでに使った人多いと思います。そして健康保険証としての利用申し込みで7500円分。このやり方はね、別の動画、マイナ保険証の作り方という動画で解説してますんで、そちらを参考にしてください。動画下の説明欄にリンク載せてますね。で、今回お話しするのが、こちらの公金受取口座の登録で7500円分になります。で、このポイントをもらうためにはね、マイナンバーカードを作っておかなきゃいけなかったんですけど、そのマイナンバーカード自体を作る申し込み期限っていうのは、これは2023年2月末で終了になります。まあだからそれ以降にマイナンバーカードを作った人は、このマイナポイントはもらえないわけなんですね。ただもうすでにマイナンバーカードを作ってるよっていう人は、マイナポイントの申し込み期限は2023年5月末まで延長されましたんで、それまでに手続きすればこのマイナポイントがもらえます。まあなんで公金受取口座の登録も5月末までにはやっておいてほしいんですね。じゃあ実際にね、公金受取口座の登録方法、そしてマイナポイントの獲得方法を見ていきます。マイナポイントを獲得するまでの流れは2つのステップに分かれます。まずステップ1はマイナンバーカードの公金受取口座登録、これはマイナポータルアプリで行います。で、ステップ2は、マイナポイントの申し込み。これはマイナポイントアプリで行います。まあ、このように2つのアプリを使うっていうのがちょっとややこしいとこなんですけど、まあ、順を追ってやっていけば簡単ですんでね。まあ、こういうのがね、苦手な人にもわかるよう、ちゃんと説明していきますんでね。はい、まず事前に準備するものです。一つはマイナンバーカード、そして数字4桁の暗証番号、パスワードですね。ここちょっと大事なんですけど、マイナンバーカードを作った時に4桁のパスワードを設定したと思います。これをね、3回間違うとロックがかかって、また市役所に手続きに行かなくちゃいけなくなるんでね。これちゃんと確認しといてくださいね。そしてマイナンバーカード読み取り対応のスマホ、またはパソコンと IC カードリーダー、このどちらかが必要になります。まあパソコン使うとね、この IC カードリーダーが必要になるんで、まあほとんどの人はね、スマホを使ってやるのがおすすめです。で、スマホの中でも、このカードの読み取り機能に対応してる機種でないといけないんですけど、まあよほど古い機種じゃなければ、ほとんどのスマホが今は対応しています。そして必要なものとしては、マイナポータルアプリ。まあこれらを準備して始めていきましょう。ではステップ1のマイナンバーカードの公金受取口座登録からやっていきます。まずはね、マイナポータルのアプリをインストールしましょう。これ iPhone だったら App Store、 Android なら Google Play を開いてマイナポータルと検索すれば出てきます。インストールをタップして、インストールできたらマイナポータルアプリを開きましょう。開くとこんなトップ画面出てきますんで、こちらの給付金等の受取口座を登録するから入っていきます。タップすると公金受取口座の登録についてという画面が出ますんで、こちらの利用者登録ログインして使うをタップします。すると利用者登録ログインの画面が出てきます。これね、下の初めての方から言ってもいいんですけど、ここ入ってもただ説明が出るだけなんで、もう最初からこちらのログインから入っても大丈夫です。ログインをタップしましょう。するとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワードを入力してくださいと出てくるので、数字4桁のパスワードを入力して次へをタップします。すると読み取りの注意事項が出てくるので、
OK をタップします。そしてカードを読み取るので、マイナンバーカードをスマートフォンの読み取り位置にぴったりと合わせてください。まあ、機種によってね、この読み取り位置が違うんで、ちょっとどこか探しながらね、やることになると思うんですけど、まあ、こんな感じでピタッとくっつけて読み取ります。まあ、読み取れなかったらね、エラーが出てくるんで、まあ、位置を変えてもう一度試してみましょう。これ読み取るまでにもね、ちょっと時間がかかりますんでね、しばらく置いといてくださいね。で、読み取れたらログイン認証に成功しましたと出るんで、カードを外します。すると口座情報の確認っていうのが出てきます。ここではマイナンバーカードの氏名や住所などを読み取って確認する手続きを行います。下のマイナンバーカードを読み取るをタップします。するとまたね、パスワードの入力求められるんで、数字4桁のパスワードを入力しましょう。まあ、今回懸面事項入力補助用っていうパスワードなんですけど、まあ、おそらく皆さん、まあ、数字4桁で同じパスワードを使ってる人が多いと思います。で、次へをタップしたらまた読み取りの注意が出てくるので、 OK をタップして同じようにスマホでカードを読み取ります。読み取れたら氏名、住所などの情報が出てくるので、名前や住所が合ってるかどうか確認して、確認するをタップします。次に口座情報の登録状況という画面が出てきます。ここで口座情報を登録するをタップします。すると公金受取口座の登録についてという説明が出てきます。まあ、これを進んで次へをタップします。で、ここから銀行口座の情報を入力していきます。まず本人情報として氏名をカタカナで入力します。まあ、これは必須の入力項目ですね。あとは電話番号とメールアドレス、まあ、この2つは任意なんで、入力してもしなくてもどちらでもいいです。できたら次へをタップします。そしたら今度は口座情報の入力に入るんで、金融機関、支店、口座種別を選択していきます。そして口座番号を入力して確認するをタップします。で、入力した情報を確認していきます。全部合っていたら次へをタップします。すると口座情報登録の同意確認が出てきます。まあ、ちょっと長いんですけど進めていって、最後の同意するをチェックして、そして登録するをタップします。これで口座情報の登録が完了です。マイナポータルでの作業は以上になります。では次にステップ2でマイナポイントの申し込みに移っていきます。先ほどの完了した画面にマイナポイントサイトへというのがあるのでタップします。するとマイナポイントアプリのダウンロード先が出てきますんで、そちらをタップしましょう。 iPhone なら App Store、 Android なら Google Play が開きます。で、マイナポイントアプリをインストールします。まあ、すでにインストールしている人はこの手順いりませんのでね。じゃあインストールできたらマイナポイントアプリを開きましょう。開いたらこんな画面出てきますんで、こちらの申し込むをタップします。じゃあここでまたマイナンバーカードを読み取ります。マイナンバーカードの上にスマートフォンを載せて始めるをタップします。そしたらまたパスワードの入力出てきますんでね、4桁のパスワードを入力して OK をタップします。で、こんな画面出てきますんで、また読み取りましょう。まあ、ここもさっきと同じくね、ちょっとずれてて読み取れないこととかあるんで、ちょっと位置をずらしたり何回か試してみてくださいね。はい、読み取れたらこういうキャンペーンを選択する画面が出てきます。で、今回は公金受取口座の登録をチェックします。まあ、一緒にね、健康保険証の利用申し込みとかもする人は一緒にチェックすれば OK です。まあ、すでにやってる人はね、こんな風に他の項目は対象外になってると思いますけどね。チェックしたら一つ選んで次へをタップします。すると受け取り方を確認しますという画面が出てきます。まあ、今回僕のはね、PayPay チャージ特典とありますけど、マイナポイントの第1弾やマイナ保険証を作った時に選択した決済サービスが選択されていると思います。まあ、そのまま同じサービスでポイントをもらうなら OK をタップしましょう。すると決済サービスの情報を入力しますというのが出てくるんですね。これ少しだけややこしいとこなんですけど、ここで何を入力するかはその決済サービスによって異なります。今回 PayPay の場合は決済サービス ID とセキュリティコードが必要になってるんですけど、これどこにあるかというと、こちらをタップすると
PayPay の画面が開くので、ここに決済サービス ID、 セキュリティコードの確認方法とあるので、ここで確認できます。まあ、タップするとね、 PayPay のホーム画面のマイナポイントのところから確認できるとあるので、その手順通り進んでいきます。するとね、こういうマイナポイントの画面が出てくるので、ここで決済サービス ID を確認するをタップします。まあ、これ上のね、 PayPay アプリで申し込むっていうのでもいいんですけどね。まあ、タップすると ID の情報出てきますんで、こちら ID とセキュリティコードをコピーします。で、マイナポイントアプリに戻って、決済サービス ID とセキュリティコードを貼り付けます。まあ、ここまでの流れはね、その決済サービスによって違うので、各決済サービスのやり方を確認してくださいね。で、入力したら次へをタップします。そしたらこの内容で申し込みますかと出るので、大丈夫であれば確認して次へをタップします。利用規約が出てきますんで、こちら同意して申し込むをタップします。そしたら申し込みを完了しましたと出てきますんで、これで完了になります。お疲れ様でした。どうですか？まあ流れに沿っていけば簡単だったんじゃないでしょうか。まあ後日ね、ポイントが入ってるかどうか確認してみると、僕の場合はこんな風に PayPay ポイントちゃんと7500円分入ってました。まあいつ入るかはね、決済サービスによって異なるので、そちらを確認してみてください。まあここまで所要時間10分ほどでしたね。ただまあこれだけでね、7500円分ゲットできたんで、まあかなりお得だなと思います。というわけでね、公金受取口座登録、まだ躊躇してる人もいると思いますけど、この機会にやっておくのはいかがでしょうか。というわけで今回はマイナンバーカードの公金受取口座登録について解説してきました。はい、ありがとうございました。サンデーマネーチャンネルでは、会社に頼らず個人で生きるためのお金の知識を発信しています。こういった生活に役立つお金の情報の他にも、税金、社会保険、副業、投資、節約術といった個人でできるお金の対策をお話ししてますので、会社の給料に頼らず自分の力でお金を増やしていきたい、貯めていきたいという人は、ぜひチャンネル登録お願いします。またブログ、メルマガ、ツイッターもやってますので、動画下の説明欄から見てみてください。それでは今日もマネーの知識を生かしてガッチリサンデー。